それではここからですね、今日の前半のメインでありますユークリッドの互助法ですね、ユークリデンアルゴリズムというので、ここではその EA というふうに頭文字を取ってここから書きますので注意していただきたいんですが、ユークリッドの互助法について説明をしていきます。一応テキストですとその関連する定理がですね、定理 4.15 にもありますので、そちらも合わせて確認してください。ここではまず A と B を整数としまして、大小関係は A が B 以上で B は0以上ということにします。で、この A と B に対して剰余付きの序算を使ってその0以上の比譜の R に対してこの R1、R2、R ラムダ、R ラムダプラス1とから Q1 から Q ラムダというのを次のように定めます。まず R0 を A と置きまして R1 を B と置きます。次にこの R2 以降の定め方ですけれども、この R0 を R1 で割った剰余を R2、 それから小を Q1 とします。でこの時その序算の定義からこの R2 っていうのは R1 より真に小さいという点に注意してください。で、以下を同じようにしまして、R の i マイナス1を R の i で割った時の剰余を R の i プラス1、それから小を Qi と置きます。で、この割り算の繰り返しをどんどん続けていて、最終的に、R のラムダマイナス1が R のラムダで割り切れたときですね。このときに R のラムダプラス1を0と置いて、それからそのときの小を Q ラムダというふうに置きます。なお、この定義の仕方ですと、B が0に等しいときはラムダは0となりまして、それから B が0でなければラムダは正の値を取るという点に注意してください。でこの時、以下の性質が成り立ちます。まず、最初に A ですけれども、この R のラムダは A と B の GCD に等しいと。で次に、B の性質として、B が正ならば、このラムダですね、この割り算の繰り返しの回数、ラムダというのは、回数というのは次の不等式で抑えることができるというものです。ログ φ 分のログ b プラス1という値で抑えることができます。で、ここで φ というのは、定数なんですけれども、2分の1プラスルート5という定数でして、で数値ですと大体 1.62 ぐらいの大きさなんですが、これは黄金比と呼ばれる数です。黄金比という言葉はもしかしたら皆さん今まで聞いたことがある人もいるかもしれませんけれども、古代からですね、数学のいろんな場所に現れている比の値です。でこの φ はちなみに、二次方程式φ2 乗マイナス φ マイナス1イコール0の根でもあります。でこういう2つの性質を満たすというのは今回証明するユークリッドの互助法の定理です。でその証明なんですけれども、一応そうですね、この授業自体はですね、代数の基本的な知識をある程度前提としておりますので、この定理の証明の A の部分はテキストの定理 4.15 を各自参照しておいてください。で今回は、剰余割り算を取る回数ですね、に関する性質 B の方を証明をこの授業で説明します。今ここでは、入力の、A と B 入力としましたけれども、B は正であると仮定します。で、この時、まずラムダは0であるということに注意して、じゃあラムダが先ほどの不等式で抑えられることをこれから示します。で、示し方はラムダに関する記の方で示しますが、まず、ラムダが1の場合は、これは明らかでしょう。で、そこで、今回はそのラムダが1より大きいものと置きます。でこの時に、これから主張するのは、i が0からラムダマイナス1に対して、
このラムダ、R のラムダマイナス i が、ファイの i 乗以上になるという、こういう不等式を示すことで定理を証明します。で、なぜこれが成り立つと、その定理の主張が成り立つかというのを次のスライドで説明します。実際にこの i、もし先ほどのですね、この不等式が成り立ったとして、この i にラムダマイナス1を代入すると、これ r1 がφ のラムダマイナス1乗以上であるということになるんですけれども、r1 というのは実はこれ b に等しいんですね。で、この不等式の両辺の対数を取りますと、ログ b というのがラムダマイナス1かけるログ φ 以上になるという不等式が得られます。で、これをうまく式を操作して、この結論、主張、定理の主張にある不等式が得られるというわけです。ということで、ここからは、その R のラムダマイナス i が φ の i 乗以上になるということを機能法で示していきます。で、機能法で示しますので、まず i が0のときからこう順番に観察していきますけれども、i が0のときは、R のラムダですね。これは1以上ですので、これ φ の0乗に、で、1は φ の0乗に等しいですから、この不等式が実際に成り立っているということがわかります。で、次に、i が1のとき、i が1に等しいときですね。で、この R のラムダマイナス1という値なんですけれども、これは今、定義した乗与の列の定義から、この R のラムダマイナス1は R のラムダプラス1以上であるということが言えていまして、で、R のラムダが先ほどの i イコール1のケースから R のラムダは1以上ですから、この R のラムダプラス1は2以上であると。で、2はファイの1乗以上であるので、i が1の時にもこの不等式が成り立っていることがわかります。で、まあ、こういう形にして、まず、i マイナス1までですね、この不等式が成り立っていると仮定します。仮定して、この i の時にその不等式が成り立つことを示します。で、ここで、その φ の関数、φ に関して、φ2 乗が φ プラス1に等しいという性質を使うので、注意しておいてください。これを使うとですね、その、r のラムダマイナス i っていうのが、これは、今、ユークリッドのご情報でやっている割り算の定義から、R のラムダマイナス i マイナス1に小の Q のラムダマイナス i マイナス1をかけて、乗与の R のラムダマイナスカッコ i マイナス2を加えたもの、あ、ごめんなさい、こっちは乗与ですね、すみません。この乗与、バリダの関係は、この R のラムダマイナスカッコ i マイナス2をラムダの R のラムダマイナスカッコ i マイナス1で割ったときに、その乗与が R のラムダマイナス i になるという関係です。失礼しました。まあ、こういう関係しか成り立っていると。で、ここでその右辺にあります R のラムダマイナス ri マイナス1とですね、あ、そうか、まずこの評価をするとですね、この小というのは1以上になります。小ですから1以上になっているということなので、この小の部分を1にすると、この R のラムダマイナス i を下から押さえることができるわけですね。この R のラムダマイナス i マイナス1プラス R のラムダマイナス i マイナス2で下から押さえることができます。で、次にこの2つの R のラムダマイナス i マイナス1と R のラムダマイナス i マイナス2は、機能法の仮定からそれぞれ φ の i マイナス1乗、それから φ の i マイナス2乗以上になっているということがあるので、わかるので、これをこのような形でまた再び下から不等式で押さえることができます。で、このφ の i マイナス1乗プラス φ の i マイナス2乗ですね。共通因子をまとめますと、これは φ の i マイナス2乗かける1プラス φ になるんですけれども、この1プラス φ というのは、この φ の関係式からですね、実は1プラス φ は φ の2乗に等しかったので、これを φ の2乗で置き換えると、この左右辺は最終的に φ の i 乗になるということで、i の時にもこの不等式が成り立つということが示されます。ここまでよろしいでしょうか。それからと、尾行としまして、
まあ、以上がその今回 の, そのまあ一番基本になるユークリッドの誤助法の証明なんですけれども、尾行としまして、K を単位とするときに、その K 上の一変数多項式間 KX ですね、これはユークリッド関数をこの F の次数という定義で定めればユークリッド正規になりますので、まあ、ユークリッドの誤助法が整数間と同じように成り立って使うことができるということにも注意しておいてください。以上に基づきまして、まず素朴なユークリッドの誤助法のアルゴリズムをここに示しておきます。入力は R の弦 F と G で、出力は R の弦 D で、これは F と G の最大公約子ですね、を出力とするとします。で、どういうふうに進むかというと、まず、R0 に F を代入し、R1 に G を代入して、それから、これはループ繰り返しの時に使うカウンターですね、I に1を代入しておきます。で、で次が繰り返しなんですけれども、R の I が0である限り、次の計算を行います。まず、この2のステップ A で、R の i-1 を R の i で割りまして、小を Q の i、それから上位を R の i プラス1と置きます。で、B のステップでは、i を1増加させるとします。で、まあ、この繰り返しで、R の i が0にならないうちは、この2番のループを繰り返し、R の i が0になったところで、このループを脱出しまして、R の i マイナス、この時点での R の i マイナス1を D に代入し、D を介して、アルゴリズムは終了するという流れになっています。まず、まあ、基本的なですね、ユークリッドのアルゴリズム、誤助法のアルゴリズムを示しておきましたので、皆さん確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。